そう、あなたなのですね。あなたがマナの記憶の収穫者、あなたが私のマナの剣士。いいか、くそ、そんな、おい！見つけたぞ！やれやれ。行くぞ。じゃあ、そう、行くよ。行くよ。行くよ。うん、おしまい。ありがとう。 OK。
こえますか？うん？なんだと？強そうだね。や、頑張ってね。よし。木は熟しました。さあ。あなたの物語を始めましょう。
ようやく目覚めたのですね。私はあなたのすぐ目の前にいます。私はマナの木、マナの女神。姿の方がお話ししやすいでしょうか。こんにちは。よかった。こうやって人のことをお話しするのはいいけれど、喜んでばかりもいられませんね。ここはマナの聖域、あらゆる命のこの世界に残された。かつてはマナで満ち溢れていたこの世界は滅び失、そしてマナの木も日に日に力を失いつつあります。今の私にできるのはマナの木を通じて世界の記憶をたどることだけ。そう遠くない未来、この世界は完全に、ですがこの世界を取り戻す方法がたった一つだけあります。それがあなたなの。いいえ、そんなことはありえません。マナの木をよみがえらせ、この世界を救うため、聖剣、あなたは私の最後の希望。こうしてあなたの前に姿を現せる時間、あまりなく私の力を込めた人形をあなたに託します。その人形がきっとあなたを導くで。どうです？
頼んだからな。Thank you.
っしゃい。何が必要？知らない世界に行こう。誰を連れて行くんだ？お役に立ってみせます。疑問だな。下脱しますね。ですね。
いらし。それほどでも。いや、そりゃ
まったく。モフフフ。なんだよ。ほら、行くぞ。Thank you.
よくやった！